会話に執着はなくなったんですけど、絶対にまっすぐ飛ばしたいとかはなくなったんですけど、まっすぐ飛ぶと嬉しい。気持ちいいですね。はい。一応リズム大事ですか。いや、いいと思います。それはあのコースでも毎回解説が入るんですか。解説？入る。ちょっと右とか。ああ、言ってるから。あ、やっぱ言う。あ、でも全然それはできるんじゃないですか。はい。キャリーさんも分かりやすい。今の球とか強い球っすね。いいね。バックスピードが少な。そうなんだ。まあ、あれもちょっとずつ強いけど、全然いいですよね。これ、どうですか、その例のちょっと、まあ、あのグリップレッシャーを抜いて、髪の部分と、まあ、そのシャープの端に、端っこちょっと勉強しましょうねってやってから、距離的にはちょっと飛ぶのがいいですか。飛びました。結構本当にマイスターのが多かったんですよ。薄めでマイスター球が多くて、最近はちょっといつもみんな意識やってて、髪の髪に、髪の毛ちょっと右に抜けたかったので抜けました、はい、あのちょっと遅れてきちゃってね、戻し足りないとやっぱり確かに右に乗せると言っちゃうんですけど、はい、でもあのああいう球がねちょいちょい出てるっていうのはすごくいいと思うので、はい、いいかなと思います。ありがとう。で、さっきあのモードでおっしゃってた、そのもうドライバーは前はまっすぐ行かないかと思ったけど、うん、ちょっとぐらい曲がっててもいいやっておっしゃったじゃないですか、はい、まさにおっしゃる通りで、うん、あの昔あのマスターズで僕あのキャディーで片山慎吾君のキャディーを、うん、まあ、やらさせてもらったこと何回かあるんですけど、うん、その時にフィル・ミケルソンと一緒に回ってて、はい、その時慎吾とあのミケルソンが一緒に喋ってたんですよね、はい、でそれを片言の英語で僕もなんとなく、はい、きっとこんなこと言ってるんだろうなと思いながら理解しながら、はい、キャディーバッグを担ぎながら歩いてたんですけど、はい、そしたら、まあ、慎吾は球はあんま曲がらなくて、はい、いやドライバーしかし曲がんないなってフィル・ミケルソン聞いたんですよね、はい、慎吾に。そしたら慎吾がいや曲がんないに一生懸命打ってると慎吾に言ったわけですよ、うん、そしたらミケルソンがドライバー曲がんないにどうやって打つんだと。で逆に慎吾が、うん、で曲がんないように打たないようにしてるんじゃないのかって言ったら、うん、ドライバーは曲がるもんだと、ドライバー半分曲がるよと、うん、で半分曲がった時にそこからいかにうまくレイアップなりして、はい、どうパーを取っていくのかが俺は楽しい。だけど俺のたまにはまっすぐ行くと、うん、もちろん飛ぶんでねすごい行くわけですよ、うん、ほんと短い距離になるわけだから、うん、その時はまっすぐ行った時はいかにバーディーを取るか、うん、だから逆に言うと半分ぐらいはバーディーを取るチャンスが必ずあるんだよっていうことをリエミケイさんが言ってて、すごいな、まあ、そのまだその時2000年、7年とか8年ぐらいだと思うんですけど、ちょっと年忘れたけど、そのぐらいの時にまあそういうことをおっしゃってて、そうだからそういう考え方ってなんかすごいアメリカンチックだな、はい、でもゴルフ向きですよね。分かっても全然いいやな、はい、そうであとはその練習場で最後にやっておきたいことが、意外と皆さんやらないんだけど、今そのドライバーがこう曲がるじゃないですか、はい、誰でも、うん、絶対曲がると思うんですよ、うん、曲がった時にどういうレイアップを していくか、これ現場でもちろん説明していくんですけれど、ここでやっとかなきゃいけないのは林からの、あの、ちょびっと出し、はい、これをね、ちょっとやっといた方がいいんですよ。なるほど、想定して。いきなり7番とかで、はい、林の下くぐらして、はい、横に出そうと思って、だけどなんかこれじゃ飛ばないんじゃないかなってパンチが入って向こうのフェアウェイとか向こうの端まで行っちゃうっていうの結構あると思うんで、こっから膝から膝までを打ってったら、例えば、キャリーで20ヤードしか行かないとかっていうのを、さっきのキャリーの20ヤード練習したじゃないですか、そこに落とす練習をしておけば大体フェアウェイに行くんで、それをワンパターンだけやっとくと曲がった時の対策としてすごくいいな。あるじゃないですか、曲がって出そうと思ってまた林とか出なかったとかってなるとものすごいもったいなくてもう落ちるじゃないですか。やっぱその辺のことを考えた上での練習っていうのもすごく練習場で3、4クリーからやってみてください。低めに出す、低めに出す、低めに出す、低めに来たかったらもっと6本だったかもしれないです。割と林
んだ。ぴったりなくてもいいですからね、これはね、はい、寄せるわけじゃないから。なんとなく、あれを超えないとやべえみたいな。すごく徹底してていいと思います。すごく低い球で出てきて、ちゃんと、右側に置いて、ちゃんとボールに直接コンタクトしていくっていう上で考えていくと、はい、だいたいほら意外とこう土になってたりとか、なんかこう松の葉っぱがあって打ちづらいとかあると思うんで、今ぐらいに置いて今の球だったら全然あるよ。で今の感触、ボスはどこまで上げたらどこまで行くんだっていうのを、頭の中に一応引き出しにこう入れといて、はい、で現場行った時にそうなった時にその引き出しを開けてあげるみたいな流れにしておけばいいかな。まず一つは全然いいかな。あとはちょっとね、現場で、いろいろ見て、はい、いきたいと思います。はい、あらをね。リンゴルフニュースのお時間です。はい、9月、10月のリンゴルフオープンは、こちら、左のテロップに記載されてます。9月23と10月14日。この2つの会場は、アマチュアゴルフワールドカップ、以前ゆっこが出場した、ハンディキャップを使った日本代表を選ぶ試合の予選会も兼ねてますので、ハンディキャップを持っている方はぜひ参加してください。10月7日の取手国際はですね、以前宝塚で好評だった100切りをやりますので、ね、めっちゃ好評だったよ。なんか応援してくれてる人たちがいっぱいいて、みんな楽しそうでした、はい、100を切りたいという方はぜひご参加お待ちしてます。ガンガン応援してくれて、ぜひ応募してください。はい、はい、バイバイ。